ぐまチャンネル。こんにちは、ひぐまです。はい、今日ねちょっと雰囲気が違ってるかなと思うんですけれども、あまりにもね髪がもう跳ねてぐしゃぐしゃだったので、このカチューシャをつけています。まあ今日はこれで行ってみようと思います。さて今日はこちらです。帯揚げになります。帯揚げね、今まで私半襟や帯締めをこちらのクリアホルダーで整理してきたんです。それがねすごくよくって、まず何がいいって引き出しを開けた時にすぐ見つけることができて、そしてこういう布のものっていうのはお互いにこう絡んじゃってぐしゃぐしゃになってしまうんですよね。それを防ぐことができます。でね、今まで私はこれ帯揚げなんですけども、どうやって整理してきたかというと、こういった箱ですね、箱に入れてただこう四角く折って入れていた、まあこういった感じで、まあ探すわけですよね。今日は何を使おうかな、あ今日はこのピンクにしようってなりますね。そしたらがもうすでにここでぐしゃぐしゃってなっちゃうんですよ。でもうぐしゃぐしゃってなったら、これを、まあ、ぐしゃぐしゃになっちゃったってこうやって直して直して直して、そして使い終わったらまたこれを乗っけて、そしてまたぐしゃぐしゃになったら直して直してって、すごく手間がかかっていたんですよね。うん、使いにくくてこう収納して探し、まず探しにくいですよね。一番上の色しか見えないですからね。でよくあるしまい方で、こういったね細くしてしまうっていう方もいますよね。こう細くしてね、でもそれでもやっぱり取り出したら絡んじゃうし、なんていうかね、ラップの芯にくるむ、くるくるって巻くっていう人もなんか見たことあるんですけども、ラップの芯そんな何十本もなかなか手に入らないですよね。だからまあ100均で簡単に手に入る。そしてこれね10枚入ってますから、多分これでこの1パック10枚で 40枚の帯揚げが整理できる予定です。でこれがね何枚入ってるか数えて、もしかしたらこの中に入ってるものが全部この、クリアホルダーで、クリアファイルとか言ってますよね、クリアホルダーで整理できなかったと しても、普段よく使うものは入れて、もうほとんど何年も使ってないようなものもねこの中には入ってんですよね。そういったものは、まあ、どっか別なところに寄せておいてっていうか、しまっておいても、普段ちょっと使いに、ちょっと手が届きにくいっていうか、そう簡単に探せないようなところでもいいですから、あまり使わないものは別なところにしまっといてもいいかなと思います。この中には本当にね普段使う一軍のよく使うものを入れて、常にもう使いやすい状態にしておきたいなと思っています。それではやってみたいと思います。はい、まずはこのクリアホルダーですね、開けてみますね。まあこういった感じで、どこの家にもあるし、使ったことない人なんていないですよね。こう2枚になってこう物入れられるようになっているので、まずはこれを1枚にします。ここを切っちゃえば1枚になります。はい、これでパッ大きくなります。でこれをね、よいしょよいしょ、半分に切ります。簡単ですよね。これを半分に切ります。まあ要はね半襟と同じ形なんですよ。はい、2枚になりましたね。でこの2枚になったものを半分に折ります。よいしょ、ね、で
まあ、手がまだ本調子ではないので力入らないで、なるべく右手でやってしまう。こういった感じで半分に印を折って印をつけます。それでここを切っていきます。チョキチョキチョキ。はい、そしたら4分の1サイズですね。見えますか、透明なの。ここ見えるかな、うん、これね、これをこうこう輪にして、ここをセロテープで留めていきます。ちょっと今セロテープ持ってきます。はい、じゃあセロテープを持ってきました。半襟よりも帯揚げはちょっとかなりかさばると思うんですよね。多分半襟の倍ぐらいの布の分量は倍以上かあると思うので、うん、これをね、ギリギリだいたい重なり部分は1センチぐらい、それで留めていきたいと思います。まずね、この端っこの部分を、ここ端っこの部分を留めます。ここね、ここを留めました。結構雑な感じで留めてあります。まあ、やり方なんてどうでもいいんです。セロテープで留まってればいいわけですね。で、両端留まりました。コトコトね。ただこの真ん中あたりがまだふがふがしているので、真ん中にはちょっと長めに切って、綺麗にできなくてもいいです。これちょっとね、ちょうどここに切り込みがある部分だったので、テープここもう一つで、となんかちょっとこう栗の入ってる部分ありますよね。ちょうどね、見えるかな、こういう風に栗の入ってる部分ありますよね。ちょうどね、それがこれだったんですけども、栗が入ってるとここ留めるところちょっと止まりにくいっていうか、セロテープね、浮き上がったりしますので、ここはちょっとセロテープ多めに2枚重ねちょっとしてみました。で、これを使っていきたいと思います。これをいっぱい作るんですけれども、どうやって入れるかというと、カメラの向きを変えて見ていただきたいと思います。これね、帯揚げですね、まあ、4つ折りになってます。1枚2枚、ここ輪になって3枚4枚ですね。これね、今まで折ってあったこの折り跡は大事にしたいと思っています。新しく4つ折りにして別の折り目がついちゃうと、いっぱいこの折り跡がついてしまって、こうあまし良くないですよね。それでこのまま今まで折ってたこの折り方を大事にして、これをこういうふうに縦に折ります。縦に折って、これをまあくるんくるんとして、これに入れます。まあこういった感じですね。で、この箱の中に入れてやる、こういう感じになります。これまあ、これでも入るかもしれないね、縦でも。意外と縦にすると、こう、下こう。縦でやってみようか。こういった感じで、ああ、でも縦にすると、タンスに入れない。タンスに入れないで箱でしまってる人だったら、これでもいいかもしれない。でも私の場合は、タンスの高さが、この箱結構ギリギリだったので、まあ、こういった感じに、いや、縦に入れたいけどね、まあ、こういった感じで、こういう感じで入れていきたいと、これでこの感じで入れていきたいと思います。はい、それではこちらにね、全部
このクリアファイルの中に入れたので、これを箱に詰めていきたいと思います。結局ね、なんかね、全部入っちゃったんですよね。それでうまくいけば今までと同じ枚数ここに入るんじゃないかなと思います。では入れていきたいと思います。もう入れてってるけど今こう私はこの引き出しのあのがこの高さしかないんでこうなってますけど、もし高さがあの収納に高さがねあっても大丈夫な方は、こうしたちゃんとここをねちゃんとクリアファイルだけで布が入らない、こういう感じで縦にね、こうやって縦に置いて、あ、見えた見えてなかったこうやって縦にね、こういう風に縦に置いてやってもこういう風にねいいかなと思います。あの収納がこういう風に高さがある方はね。で、私の場合はこの引き出しに高さがないので、こういった感じでもう今までと同じ高さになるように置いていくしかないんです。ちょっとはみ出したりとかしてもさほどそんなぐしゃぐしゃになるような感じじゃないですね。意外と大丈夫なんじゃないこれあら、意外といいかも。結構横にしよっか、こういう感じですね。はい、うん、きれいに、あら、なんかいい感じじゃないですかあら思ったよりもこれはいいんじゃないですか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10枚 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 11 13 14 15 16 17 18 19枚、19枚あるんですね。あれってことは一つ余ってんのかな、クリアファイル。ああ、あった、クリアファイルが1枚余ってる。まあ、こういった感じで詰めることができました。これはちょっと自分でも驚きというか、うまくいったんじゃないでしょうか。ちょっともう少し離してみましょうか。こんな感じですね。ここに何これ、これ鉄アレイなんですけどこう時々これひっくり返る時あるの、鉄アレイで押さえてあります。これね、ほらこんな感じに箱に収まりました。いかがですか、これ思ったよりいいんじゃないでしょうかね。これがこっちの私が持っているあの暖色系の、帯揚げなので、寒色系の方もこういった感じで箱詰めしていきたいと思います。ここまではすこぶる順調だったのですが、寒色系の帯揚げを箱詰めした時点で問題が起きてしまいました。はい、こっちにね入れた時はねすごくいいって思ったんですけれども、寒色系の方のね箱がねこれと違う箱だったんです。こっちにちょっと映ってますけれども、箱がね、ちっちゃかったんですよ。ここのね、横の長さがちっちゃくって、この、こういう風に入んないんですよね。だからもうこういった感じになっちゃって、ちょっと見た目もあんまし良くないし、分量も入らないんですよ。それでね、どうしようって、これじゃうまくいかないなぁと思って、ちょっとネットでね、箱を探したんですよね。そしたら、無印良品に結構近い形の箱が見つかったんです。よいしょ。電量がないけど。はい。これなんですよ。これね、
無印良品の何紙箱、無印書いてますよね、無印良品の紙箱、あ、こっち見て、はい、ここに書いて無印良品の紙箱、これがねちょっと この箱に近い大きさなんですよ。と結構違うように見えるけど、ほらこうやって見ると1センチぐらいの違いなんですよ。でもこれうち中の方なんで、こっち蓋の方にするとほとんどほらほとんど同じなんですよね。だからこれの蓋の方を使えばほとんどこちらの箱と、こう見るとすごい違うく見えるけど、ほらほとんど同じでしょ。これに入れていきたいと思います。この箱をね、どっちも蓋の方ですね、蓋の方に入れたら多分こちらとそんなに変わらない感じで入るんじゃないか。ちょっとねこの縦に関してはちょっとね小さいんですよね、うん、でもちょっとって言っても本当に見えないか、もう5ミリぐらいしか違わないのでほとんど同じなので、こっちに入れ替えてみたいと思います。多分入るはずです、同じ分量。はい、入れていきます。これねうまくいったらねすっごいいいと思うんですよね、まあ、ちょっとこう言ってちゃって、はっきり言ってこういうとこに触れてもそんなに影響はないような気がします。入りますね十分、はい、ね、こんな感じで入って、そして寒色系の方も入れていきたいと思います。よいしょ、おこれねすっごいしっかりしてる箱なんですよね、素晴らしいと思います。はい、はい、こっちを入れていきたいと思います。あ、白っぽいのとかですよね、ほらこんな感じで、なら入る、ここ結構入りますよね、こっちちょっと厚みがあるので、はい、これでねいいんじゃないかな結構、はい、今これだけ入ってまだあとちょっと1本2本3本4本ぐらいは入るかなと思います。ほらバッチリだと思うんですけれども、映ってないかな、いかがでしょうか。これね、これで引き出しに入れたらパッと見たらすぐ、あ、どの帯揚げってすぐ選べますよね。そしてね、多分意外とそんなシワにもならないんじゃないかなと思うんですよね。縦のシワって入っててもほとんど関係ないと思うし、まあ、これで使ってみて何か支障が出るようであればまた元に戻せばいいですしね。もしこれで全然問題ないんだったら絶対この方が使いやすいと思います。これで使ってみようと思います。はい、それでは引き出しに入ったところを見てください。こういった感じでここに着物が入っていて、そこの端っこがこれ寒色系の帯揚げが入っていますね。といい感じに収まってるんじゃないかなと思います。こうパッとね色を選ぶことできますからね。そして次の段になります。次の段は
こっちはアンティークの着物が入っている引き出しなんですけれども、着物があって、こちら帯揚げになります。もうすぐねこう選ぶことができるので、すごくいいかなと思います。これはね、なかなかうまくいったんじゃないかなと思っています。まず使ってみてね、どうしても折りじわが気になっちゃうようだったらまた元に戻せばいいですしね。まずはこれでやってみようと思います。はい、はい、今回は100均のクリアホルダーと無印良品の紙箱を使って帯揚げをコンパクトに収納することができました。すぐに取り出せて布が絡むこともなく、利便性は抜群ですが、使用時に折りじわが気になる可能性もあり、まずは使って様子を見ることとします。本日の動画はこれでおしまいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。